今日はね緑より議員さんっぽいでしょ。ねえ、なんかちゃんとネクタイもでもネクタイしちゃってビシッとしてたから、うん、これもう前日からリスナー知ってたのよこの格好って。あ、そうなんだ。だからね N 国に入るんじゃないかってみんなに言われて、お前 N 国の打ち合わせか N 国の打ち合わせかってで俺も N じゃん、うん、N やな乗り気の N だな。そうだから NN じゃん、うん、今立花さん埼玉県の出てるね補欠参議院選挙出てるでしょ、うんうん、だからそういうのもあって、うん、なんかあるんじゃないかって。そうまさかのまさかの石川の之 N 国に N 国にニュなし当たり前だろ入ったら、はい、見てるから無理だろう。どう考えても合わないでしょ、そんな無理やっけ。喧嘩するでしょ。うん、多分喧嘩するだろうね、いろんな党の中では。N 党はどうなの、調子は。N 党か、まあみんな今選挙中じゃない、埼玉選挙中で。立花さんのあれで。ずーっとやってるよ。なんか散らくばおじさんやってるでしょ。おじさんだよ。いつもいつもこんなことやりながら、いろんな駅でこうやってやって。なんで知ってんじゃん、お前。なんで久保真奈の方知ってるの。なんかタピオカこうやって飲んだりとか、こうやったりとか、こうやって。知りすぎだろ、いいだろ、別に。そう、こうやってやったりとか。駅かなんかで盗撮されて。川越の駅かなんかでこう正面見見すぎだろ。それ便所太郎だよ。あいつが盗撮したんだよ。だから浦和駅とかうち近所にあるんだけど、もうそこで立花さんとか演説しててもいろんな配信者集まってるから、すげえ広がり見せてんなと思って、絶対意地でも行かないと思って俺は。そうやな。みんな行くとなんか俺天の邪鬼。まあそうだね。絶対行かないと思って。あ、だから立花さんに絶対石川君が絶対行きたくなるようなことするからさって言ったけど、行ってないやろ。あえて行かない。あえて行かない。あえて行かない。そうそうそう。そうなんかみんな寄っちゃうと、それと反対する人たちも萎縮しちゃうから、いろいろみんなばらけてる方が面白いかなと思って。みんなが言っちゃうとね。それは確かに。でも別にアンチでもないから。そうそうそう。それはわかるよ。緑今こそ YouTube やれじゃん。N 党員として。だって大橋さんとか YouTube でね、ある意味盛り上がってんじゃん、炎上的な感じで。顔が面白いからな大橋さん。なんで悪口やろ半分。顔が面白いってどういうことや。魂の入った食パンみたいな顔してんじゃん。なんか目力がいいじゃん。でしょ、毒づいたカピバラの立花さんに、ね、魂が入った食パンの大橋さんでしょ。大橋さん俺すげえ好きなのよ。あ、大橋さん人気があるよ。面白いよね。面白いよね大橋さん。面白いよ。N とは粒揃いだなと思ってはいるけどね。個性キャラの粒揃いで面白いよね。やるね。やるでしょ。やるやる。まず。はい。10月25日、今時刻は10時過ぎたところかな。はい。まあこちらね、書いてある通りに立ち貸し意見ね、ありました。はい。まあね、うち、NHK 国民を守るとで、まあね、久保田学ぶ、まあインターネットのね名前では横山緑君ということでございますけども、まあ、炎上ということですけどもね、心配はいらないと思います。はい。でね、まず一つね、はい、うまい。いや、コピーしてるわ。そんな感じだね。立花さんが一番似てるって言ったのが石川の緑のモノマネしてたから。揺れるからね。揺れるわ。いけるわこれは。もうカピチュラの立花さん。面白いよね。